できるなんて言ってたと思いますけれども、3番ですね。3番はパターンがある程度あえて決まってるんですよ。花田さん、そうですね、 if only ってやつです。うん、ここやな。まあ、もうなんか100回ぐらい聞かされてますけれども、仮定法は基本的に仮定法過去が if s 過去形の動詞、 s うる動詞の原形、まあここはうる、しゅる、くる、まえと何でも入っていいんですけれども、仮定法過去完了が if s はど過去分詞、 s うる、まあくる、しゅる、まえとで、はぶプラス、過去分詞という形で、でこちらが基本的には、時制で考えると、まあ、現在なんか何ていう言い方をしたんだろうね、現在ってなんか現在形みたいなことですが、これ今のことを表していて、今昔ぐらいの区別さえあればいいのかなっていうようなところ、これが基本的な考えです。今実現しないような内容は仮定法過去で、昔実現しなかった内容は仮定法過去完了と考えて、であとは全てここが従属節、主節、従属節、主節であることを見越しながら、あとはこの上で、応用問題は法則を立てていくっていうのが基本です。ですから三木は何を言いたいかって言われたら、要するに if only なんか if がついているから、基本的には従属節のところの構文の話であって、で、そうなると、ね、こうやって構文立てができるわけです。 if only で、要するに言いたいこととしては、あとは仮定法過去完了の従属節の形が if only 以下にこうやってやってきてもらってもいいわけだし、主節のところね、あ失礼しました、仮定法過去完了の、従属節が来ても全然問題ない。であとは法則通りです、ミヨーンって法則通りに、進んでいくよっていうふうな考え方を、すればいいかと思います。はい、みたいなところですね。ね、で、この場合であれば、If I had studied English much harder when I was young、まあ、こっち側今回使わなかったですけどね、 If only これだけで文章切ってもいいんで、で、If only はあとはここで見るんですよね、ピッツって。てかもう慣れですけれども、あのエクスクラメーションマークがあったら If only です。エクスクラメーションマークがあったら If only で、何々さえすればなっていうニュアンスです。こうその人の持ってるこう後悔の自責の念とかがちょっと強いような表現をしますね、これはっていうようなところです。ちょっと発展的な問題に多く触れてて全部解説したらキリがないので、今回はその辺は
あっさりと抜けていくような感じになっていくんですけれども、456と一気に解凍しますか。4番林さん1 OK。 5番木村くん1、はい、6番、橋本くん3、はい、いいですね、抜け目な、はい、省略型ってやつです。省略型です。でも省略表現っていうのが大変よくあるわけなんですよね。で、見ていくことになるんですけれども、よいしょ、結局例えば通常の仮定法過去完了も和を使った場合であれば、これはあえて和を使った場合っていうふうに言った方がいいですよね。だからこいつをとりあえずここに持ってくるんですけど、 If I were you、もし私があなたならみたいなものは基本的には if 説を省略したら動詞が統治するであればいいので、 Where are you、 まあ同じ構造ですね。 Where are you in your position ですよね。こちらなんかだったら同時にね、まあこうやって下げてしまいましょうか。まあ並列に並べるんだったらもう大丈夫でしょう。こうした方がいいですね。はい、こちらなんかだったら If、I had、 なんか機械の発明できたらっていうことにしましょうか。はい、残にしようか。残を使うとなんか一瞬でも迷いがあるかな。はい、If I had invented the machine、仮に私がその機械を開発していたらっつってね。で、これまたハードが統治される、ハード I invented、 まあこういう形になりますよねっていうようなところです。まあそれが6番だったら、ハード I realized、 この表現使ってるわけですよ ね、 ね。でまあ一応触れておきますけれども、先どっちやっとこうかな。何々があったら何々がなかったらってありましたよね。はい、If it were not for 名詞、仮定法過去完了の方ですね。赤色の星だけつけておきましょうか。何々がなければ、これ大丈夫だよね。ここのところが were it not for、こうなりますよね。はい。で、さらにはもう分かったらいいんですけどね。If it had not been for 名詞ってなって、これが出て前に出てきて、 had it not、been を名詞ね、分かりきっとんねん、まあ、分かりきっとってあえて言ってるんですけども、ここにつなぎたいからね。仮定法はまあこのように if 説の省略っていうのがあって、その中に仮定法は仮定法の中で実現しそうにない未来ね、実現性の低い未来っていうジャンルがあるんだよね。で、この形は if s should v 型だよね。はい、万が一ってやつでしたね。万が一先に書くのがいい、こっちに万が一に行くわ。万が一にょろにょろならってやつです。もう一つあるんだよね。If S は to V ってあるよね。だから表現が難しい。まあ、こっちを仮に
ニョロニョロするとしたらこうやってあるんですよね。こんな中とワークの違いって何やろう。一応このレベルだと聞いといてもいいかもしれないですね。白井くんどうでしょう、シュートワートゥーの違い。あ、じゃあこんな聞き方するわ。どっちが起こる可能性あると思う。ワートゥーシュル、シュル万が一って言うくせにシュルの方が起こります。うん、だから本人がめんどくさいからそうなってほしくないから万が一って言ってるような感じです。あのバートゥーは仮に地球がとか地球が滅びたとしたらとか太陽が西から昇ったらとか、うんうん、あの高校生のよくするアイドルと付き合えたらなっていう妄想はバートゥーです。だっていつもこうやって言います。だいたい男子バカがそういう話してるんですけど、あれはバートゥーですってなだけです。で、まあ、省略に結局持ってくんですけど、シュルの場合は、シュルだけね。シュル唯一だから、ここに命令文持ってこれるんだよね、シュルは。そうでしょ？ Please なんたらかんたって言えるよね。うん。先生、何言ってるんですか？それを押さえておいてほしい。これはここ。こういうことね。Should it happen to meet him, please give them my best regards.Give them my best regards っていうのは感謝を伝えておいてっていう意味です。ね、Should you happen to meet him? 万が一彼に会ったら感謝を伝えておいてね。命令文持ってこれることは押さえておいてください。だから命令文来てたら Should だと思っていいです、これは。ここを押さえておいた方がいいです、どちらかというと。では、いよいよ省略のところの総まとめです。例えば今回みたいに If you should happen to とこうやって続いてるわけじゃん。で、こいつを省略したら、あ、ここは消さなくてよかった。こいつを省略したら Should you happen になるわけでしょ。この取り留めもなく7分ぐらい続いた皆さんが動画だったら倍速で進めてしまうであるところのオチはここです。はい、例えばこう持ってくるわけ。はい、仮に彼女が、絶景の美女アイドルだったとして、仮に彼女に会えたとしたら If you were to her、 あ、間違えました。 If you were to、まあ、meet でいいでしょうね。とりあえず meet her なんで作ろうとしよう。はい、トーチ、こいつをトーチさせる。藤間君どうする。わあ、言う。わあ、言う。大丈夫かな。ここは分かってれば大丈夫です。 to まで出さないでください。 why to です。気持ち悪いけど why to。 OK、 ここです。 why to ってなります。 why to meet her、持って感じですけど、慣れるしかないです。持ってるか知りません。持ってない。よかった。エクステリオラ見られなかったです。まあ、ここを押さえとけばいいかなって思います。はい、
さあ、そうすると、あとは先に説明から今回は来ましたけど、ひたすら回答答えとなったらいいです。もし海が2メートル上昇すれば、この島の大半は海の中だ。はい、南翔さん。はい、OK です。Or sea to rise 2 meters。大丈夫ですね。はい、次、もう少しだけ辛抱強かったらその賞を取れたかもしれないのに、はい、これ、古谷さん。You might have one that by that you been. That by the have you been. はい、そうです。Have you です。はい。こうですね。You might have one that price. Have you a little more patient. ではね。あの非常にうまい守りがなければそのゲームに負けてしまったであろう。はい、タンドカさん。はい。大丈夫ですね。守備が楽しい。もっと注意をしていれば彼はそんな間違いをしなくて済んだのに。林さん。Could you have prevented him from making such a mistake?はい、OK です。まあ、皆さん大丈夫ですね。家庭法は多分皆さんシステム化とかにされてるんで、はい、大丈夫かなと思ってます。はい。ですね。Would have prevented him from making such. はい。です。2つの文が同じような意味になるように空所に当てはめをしなさい。出た。仮定法は時に、まあ、B のは通常の仮定法ですよね。木村君答えは 2番ですね。They saw。 で、仮定法っていうのは通常当たり前ですけど、この11番の B で描かれてるのはまあ最も基本的な形。 if S 過去分詞、 S うで動詞の原型ね、もし彼らが、一緒に私たちと歩いているのを見たら、彼らは、はい、あなたを姉と間違えるでしょう。Take A for B 使ってきたね。Take A for B。A を B と間違える。よくあるやつですね。で、このように if 説を使うところっていうのを始めから、はい、主語がもうこちらと絶対一緒ならね、主語一緒じゃないとダメですよ。主語が一致している場合はここのところね、 to 不定詞で持っていく。仮に何々だとしたらっていうふうな形、 to 不定詞を用いて仮定法過去外し仮定法過去完了の従属説のところを表すという技法があります。ただし主語は一緒ね、当たり前ですけど。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、仮定法編はね、とにかくある程度パターンは決まってますし、はい、ほんで応用と、はい、来ました。関東学院からスタートです。 He would be a rich man today if he… はい、どこまで行っとったっけっていうところですけれども、はい、あ、橋本君だ。はい、2、はい、OK です。応用編の方です。大丈夫ですか。彼が事故に巻き込まれてなければ今頃彼は裕福だったろうに。まあこれはいわゆるこちらに仮定法過去完了、従属説が仮定法過去完了で主説が仮定法過去使ってます。出た2番みたいな問題まれですけどね、大変まれです。難産が出題したことあります。はい、そしたら、こちらが、白井と4
そうですね、4。まあ、こうなって、今ある程度あると。スピード感を持って解けるということ。もし仮に、おばがまだ生きていた、おばあちゃんがまだ生きていたとしたら、ですね。おばあちゃんが生きていたとしたら、こちらで使ってきたのが、先に、仮定法、従属節に仮定法過去を使って、They would have been married for 75 years. やっぱり独特なんですけどね。なんか仮定法過去完了というか、もっといい、もともとの原文を考えるっていうことなんでしょうね。はい。なので、仮定法ってもともとの仮定の形考えるっていうのが一つありますんで、まあこういうこともできるっていうので、へえぐらいでいいです。自分が英作でわざわざドヤ顔で使わないでくださいね。はい。逆に怖いですから。なら、If my grandparents are still alive. 仮に、はい、祖父母が生きていたとしたら、こうなんだよね、もともと。They will have been married 以下です。彼らは75歳になっているだろうっつって、will have 過去分詞をもともと用いていたと考えるのが適切です。うん。仮定法の法則というよりも。で、この文章を、はい、もともと、ね、実現性のある仮定を置いて話していた文章。もし祖父母がまだ生きているなら75歳でしょうにねっていうふうな言い方をしてるんだけれども、そいつを実現性がない、まあ祖父母が死んだということでここを仮定法をまあ、過去にしたところ、まあこちらがだからいわば仮定法過去って一緒にでもいいんだろうなと思うんですけども、まあ一応形上は仮定法過去完了の形になったりというところで、はい、こういうふうなオチです。だから仮定法っていうのはもともと仮定していたものの、時制っていうものを過去形ないし過去完了にするっていう前提で考えたら、まあしっくりはくるのかなと思います。はい、じゃあ次3番ですけれども、はい、福島君、はい、だからうぬになる理由がなくなってうずになる理由がない。If it、だって If it snow やった方がいい。原型ではないから If が。あ、不条理。ボロボロで食べます。はい。だって If it snows でしょ。仮にするとしたら、仮にするとしたら If it snows I will stay at home。中二に戻れ、中二に。こう。こうならええよ。てか。だから、こうやったものを仮定法にしてるんだ。あ、で、はい。仮定法未来の形は別にここは絶対命令形じゃないんで、こういうのもやっても大丈夫です。はい。で、この幅を広げてください。2番で OK です。万が一雪が降ったら私は家にいるだろうです。OK。万が一雪が降ったら私は家にいるだろう。はい。4番、あら、みんなの出しちゃった。はい、南城さん。あ、これもいいでしょう、これで。はい、5番ですね。5番が、古谷さん。2番。そうですね、Hurry no before the bell is。はい。Yes。はい。もし今朝朝食をとっていたら、今空腹ではないだろうに。勝てよ。英作出しにくいせいで並び替えで終わらせたんですけど、並び替えだとみんなどうするか、あんまり不正解しちゃうけど。花原さん。いるとしたら、I would be not ってやる人ですね。やめてください。I would not be hungry. I would not be hungry. I would be not ってやってないね。I would not be hungry. 現役生の二水生が半分間もなく何々だろう。Would not be long before だろう。
It is not be long before. 半分が It will be not long before って書いてある。絶望した方がいいか。ね、現役生高三未遂真ん中、そう、あのね、そのね、まあ下と比べちゃダメですけど、はい。もし保証期間中に何か問題が起こった場合、既製品を無償で整備します。はい、林さん。Should any problem occur within the guarantee period, we will repair the product free of charge. よし。Free of charge、無料で。無料でシリーズは、必ず意味は2つ持っとかんだから単純に for free のか OK for free か free of charge、まあ、free of charge の方が硬い言い方です。大変硬いです。 free of charge あ、なんかそういう取説に書いてあるような言葉 free of charge。 気軽に言うのは for free、 あ、無料だよ、うん、あの水飲んでいいの、うん、無料無料みたいな感じ for freeFor free も必ず押さえといてね。この2種類あれば餌か取っておきます。よろしく。ドライバーたちがもっと慎重に運転さえしてくれたらな。成蹊大学ね、安倍首相出身、はい、ね、はい、じゃあそしたら木村君違法に持ったりするのドライバー、はい、OK です。私が列車で来ると分かっていたら駅まで出迎えてくれたでしょうに。はい、なら橋本くん。They would have not let me at the station had they known I was coming by train. はい、いないでしょうか。はい。Have they known I was coming by?何もないので続きますね。ちょっとなかなか英文マイク入れなかった、英文入れなかった。その科学者はもっと長生きしていたらその問題を解決するのに成功しただろうに。白井君。 Have succeeded in solving the problem but はい、いいと思います。はい、大丈夫ですね。Has succeeded in solving the problem had delivered online. このよく全部正解でしょうか。強調の確認問題の、採点した後に強調の応用問題やればいいかと思います。ここまで巻きでやったので次は確認応用確認応用とステップ踏んで最後やっていきたいと思います。以上、おしまい。お疲れ様でした。強調のやつまた、やっていてください。よろしくお願いします。